さてさて、見えてるかな。それではそろそろイベントやりましょう。あっちはなんだ、バルログブランカ、バルログチュンリ、そしてダルシム DJ、 いろいろいますね今日は。
さあ何をやりましょうかね。希望ある？日曜なのでむちゃくちゃなルールでもいいですよ。メインが使えるルールダメでしょ。使えないやつにしようよ。普通にやる？え、ムーさんといえばやっぱスパコン禁止ルールなんですけど、変なのなし。あれ久しぶりにやります？負け抜けトーナメント最弱決定戦になっちゃうんだけど、第3回目ですね。初代は、初代チャンプがイサジさん。あ、じゃあそれ 3回やってるよ。もう 2回目がね、グッチさん、3回目が直樹くん。直樹くん優勝ってすごくないですか？それ。いや、じゃあもうちょっとやってんのかな。連覇はないです今のところ。まだ3回かな。それなら OK。 じゃあやる？負け抜けトーナメントやった優勝の可能性があるよ。これほどの屈辱はないですからね。皆さん注意してください。じゃあやっちゃおうかしらね。よーし、これね、これ組めないんですよ。いや、そしたらあのダブルイリミにして2回負けれる。あ、じゃあ2回は勝てる、2回は勝てる。じゃあやっちゃうよ。ダブルイリミネーションシングルトーナメント負け残り、優勝は全員と組み手。もうしたようなもんじゃないですかそれ。最下位決定戦ですね。さあ、それではシャッフルいきますよ。シャッフル、シャッフル、シャッフル。
タート。はい。あ、ヒデ、廃人2回転からですね。ねえ、メインキャラは、違うな、これルーザーズって書いてあるけど、こっちがウィナーズですね。で、ウィナーズに落ちたら、メインキャラ使っちゃダメ。ですね。ウィナーズに落ちる。あら、何使ってもいいけど、負け続ける限りはずっとメイン使います。負けたら上に上がってくんだけど、一回勝ったらこっちに落ちるんだ。こっちはメインキャラ使っちゃダメ。はい、荒れるぞ。じゃあ皆さんはメインキャラでよろしいかね。よろしいかね。はい、それでは廃人2回転からいきましょう。あんまり負けたら上に、じゃあこれは負けた方を、ウィンで押さなきゃいけないってことですか。そうですよね。ちょっと混乱しそうですね。はい、なんかよあれなんですけど、優勝することがいいことなのかわからないんですけど、頑張りましょう。さあ、昇竜めくりが当たらない。しゃがんで透かしてる。ヘッド抜けてくる。いい反応だ。アントビしっかりずらして、中盤オア。さあ、そしてハイジン触ってるやついいな、おい。さあヘッドいいですね。なんか今日2回転さんヘッドの反応が非常にいいですね。こんだけ抜けられると波動拳打ちにくいような気もしてくる。おわ、さあ竜巻は当たらない。それは確定、確定です。で、じゃあこれは何、4を押さなきゃいけないのかな。 4が勝ったっつってか、こうかな。はい、そうですね。じゃあ次は何、これヒデと無限だから、ヒデが 1P で無限が 2P かな。うん、はい、こういうことですよね。負けた人を上に上げればいいんですよね。はいはいはい、分かってます。はい、じゃあやってもらおう。負けた2回転さんにやってもらおうかな。じゃあ、相当緊張しますよこれ。え、そうなの。実はもうこれ 3,4 回やってまして、緊張し1回目の優勝者がリサジさん。緊張しますこれ。僕あの負け慣れてて結構なんか、あ、なんか負けてもたくさんできるのいいなみたいな気持ちになっちゃうんで、そういう気楽さでやってもらえると一番いいですね。敗北者のこう気持ちなんで僕は。そう、結構だから負ける人に優しいですよ僕は。あ、トルフィー何使うの。僕バルログ。バルログか。まあ上に、違う、下に落ちたらバルログ使えないってことなんで。そうですね、はい、はい、持ってるキャラで一番強いですからねバルログ。キャラはね、それより上ないからね。期待値が高い。次、イロハ 1P、ネモ 2P です。さあ、全然ね。おっと、さあヒデが、お、いいですね。手堅い立ち回り。あのビンタがね、本当にうざいんですよね、ダルシムだと。あと、しかし中間は入らない。ああ、大工しっかりしてる。ダルシム戦に自信ありって感じですね。これは10ですね。次はイロハさんが、イロハさんが 1P。 あ、ごめんなさい、リセットお願いします。すまぬ、緑です。次、ニーヤーが 1P、 ハイジン 2P です。お、浦和さん、なんか DJ にしたらしいですよ。そうですね。なんすかね、やっぱこれはでもね、ブランカの腕の見せ所っていう話がありますね。
あのあれ、エアスが隠るよね。うん、隠りますよ。あれですかね、S ガエルきついからって感じなんですかね。うん、あ、なんか途中で S バルログも使ってましたけども、まあ S バルログはね、ちょっとね、対戦相手がいなくなる可能性が非常マジ、あの 90% ぐらい超えてるんで練習になんないっすね。練習したくてもマジで相手にお金払ってやってもらうレベルなんで、 S バルログってだいぶつまらないという。そうなんで、ちょっとそれはな、無理ですね。あー、危ない危ない。強ヤスラですね。強ヤスラなら確率ですね。強ヤスラ。さあ、まああの DJ ってこういう戦い多いから、ちゃんと有利キャラに有利な戦いできるかっていうのは、うん、あの大事ですよね。特に大会だと、大会でもう DJ の役割って本当に大きいですからね。チーム戦、まあ、て特に X はチーム戦多いんでね。そうですね。こういうのでちゃんと、勝てる確率8割か7割ありますぐらいだと、うん、あ、じゃあよろしくねって感じになりますね。絶対勝てるとは言わないんで、結構きつくいけますっていう自信ありチーム戦だと、まあ仕事をしない人はいらないになっちゃいますからね。そう、ガンガンエアスラなんですよ。で、こうなったらもうボタン押さなくてもいいぐらい。そう、おっと噛みついた。まだ表裏がある。これそう、羽生結弦くんの豆知識なんですけど、はい、やっぱコパンの方がいい時はあるって言ってましたね。マジですか。中パン、しゃがみ中パン連打よりしゃがみコパン連打の方がいい時があるって言ってましたね。特に今みたいなスライディングがもう完全に止まるんで、はい、しゃがみコパンだと。あ、なるほどなるほど。しゃがみ中パンだと隙間に来るんで。あー、確かに確かに確かに。そうそうっていうのを羽生結弦が言ってました。ユーズルね、はい、羽生結弦ね。はい、ホンダを使う。ここはホンダですね。あ、じゃあリセットお願いしますって言ってました。はい、まあ、有利取ってもダメージ奪わなくてよくなったら、あー、コパンの方が、まあ、あの台足の周りに来るまではコパンの方がもう安全って言ってましたね。その台足は、台足はまあそれはもうほら、まあ、中パン振ってても何振ってても変わんないじゃないですか。なんでやんなくてもいいし、そうそうそう、やんなくてもいいし、まあなんかやってもいいしみたいな感じで。おおーっと、客観中小流までしっかりガードしている。ホンダは覚えたらね結構一発なんですけど、そうですね、覚えるまでがしんどいですね。逆にホンダ側もやれることがあるんで、寄っちゃえば強いし。うまいな今の。さあ、さあ暴れ昇竜を処理されている配信。まあいいですね。なるほど。ここね、ここアントビから画面を押せるともっといいですよね。うん、次ワンピークさ、ツーピームーです。はい。さあ配信勝ち上がってしまう。勝ち上がりっていうのかこれ。そうです。勝ち上がってますね。結構ね、まあ。ホンダがやれることが意外と少ないっていうのさえ分かれば、そこですね、意外と戦えるっていうね。そう、なんかすごいどこまで寄ったらダメージを奪われるのか。そうそうそう、テクニカルに動いてるように見えるけど実は大したことしてないっていう。ホンダはホンダと、確かに、そう、ホンダというキャラの限界って意外とあるんで、そうですね、そこを知るのが大事ですよね。足遅いからな。そう、あれでチュンリーの歩きだったら相当やべえからですね。最強最強、バグバグってる。さあムー対さ、これどっちが勝つかちょっとわからない。先ほどはムーさんが俺が圧倒的に勝ち越したと、ケイシンさんとやって温まってるみたいですよ。あ、そうですか。そう、って話をさっきしてたような。今のはなんか、いや、わかんないですよ。なんか今チュンリーが後ろに行ったと技が空振った音が聞こえたんで、チュンリーが空振ったんですかね。空振ったかも、うん、そうするとかぶっちゃいますね。投げて受け身がなくて、なんか見てから受け身を取ろうとしてるらしいですよ。あー、いや、できなくはないと思う。あ、いいブラストから死にに行く。大丈夫、安いけど、まあいいですね。ちょっと遅めにやるとね、あれ裏に出してくるんですね。で、そこで、教授のめくり、ドリルからめくれるやつがあるんですよ。へぇ、あらららららら、これはおっと、ボタン押してたの。大丈夫。あー、お互い、あ、分かんない、分かんない、分かんない。ピョーン、ピョーン、いい下がり、いい下がり。あー、今のはちょっとむずいですね。ドリルかな、ドリルもあるし、一応なんか
チュンリーの着地に伸びる中キックは確定するらしいんですけどね。あー、まあそうなんだ。超むずい、むずいよね。あー、ピョンない、大丈夫、怖いね今。あー、大丈夫大丈夫。ピョーン、いいですね、中キックで。あー、強い、その背中蹴りは。お、いいですね、しっかり差し返した。見てから食らわない、運がいい、はい、運がいい、運が悪い。さあ、ムーさん上がってしまう。いや、うまかったですね、トネ対無限。次、いろは 1P、 ハイジン 2P です。用意お願いします。さあ、バルログ対ダルシムナッチを踏まう。さあ、ダルシムの側の方が圧倒的に難しいですね、これは。さあ、足を掴まれてめくり全然見えない。インフェルノでかい。さあ、対空してブラスト食らって、さあ、無限ウィナーズに進めるか。さあ、これ確定ですね。さあ、端端がね、全然読みにならないんで、途中から伸びてくる爪に何も技がありません。さあ、突破や爪からの裏、完全なる裏。さあ、トネピー悪魔に魂を売っ払っている、このキャラ。さあ、ドリってテラ、ここよく見ていた。ゴロゴロ、これはね、どうしようもないですね。さあ、2発当たる。お、これはあんのか。うおー、さあ、無限がウィナーズに勝ち上がり。さあ、トネピーが上がってしまう。イロハ対ハイジン、次がムー対トネピーです。相手見てからだとまずいから先に申告しましょう。さあ、イロハ、イロハ DJ 対ハイジンリュウですね。さあ、どっちが負けてしまうのか。負けるとトーナメント勝ち、負け上がりというルールです。さあ、ヤスラもらって、ハイジンちょっと硬くなっているか。ジャンプとキックはさすがに遠い。さあ、龍はジャンプ強キックをもらわないように丁寧に立ち回る必要がある。そこで昇龍、ゲージも溜まって打ち切った。中コースガード、ここは昇龍よく見ている。さあ、どうなる。さあ、分からんぞ、どっちだ。あれ、僕今トーナメント張ったんですけど、張り付けちゃっと、はい、これですね、トーナメント表、これです。イロハ対ハイジン、ここまではハイジンがいいペースで。真空を歩いてから出して波動、波動、負け上がりはイロハ。さあ、そしてムー対トネピー、これちょっと意外な対戦ですね。ムーが 1P、 あ、ま、どっちもいいけど。
バルログで負け上がりはまずいよ。ダルシムもまずいけどな。練習中バルログでダルシムダルシムを当たって負け上がりはちょっとまずいよね。それは出ちゃいけないやつ。おおお、うまいな今の。さあ突っ込んでくる。ムブラスト食らわずチョップで落として投げる、まあ、今の完全タクなんですが、バルログだけ許された P バク転という技があります。P バク転はね、タチキョッパーしか食らわないんですよね。ちょっと高かった。さあバカになる、スーパーバカになる。さあこの端々ですね、端々はブラストとフレーム両方食らわないところで氷が打てますので、ダルシム側としては端々は避けたいところ。うおーい、ムーさん、ムーさんあるよあるよあるよ、ムーさんあるある、マジである。まあ、チュンリーバルドグと当たっての上がりはしょうがないかもしれません。さあビオリーチ、うおーっと投げて集中入らず。そうですね、投げ受け身チューチューはビオリーチですからね。うまい。あー、ここは対応してトネピー負け上がり。トネピー連戦です。 2P 側、いろはさん 1P 側で、あ、じゃあリセットしてください。ムーさんの優勝すごい期待してたんですけど、ルーザーズではないですね、ウィナーズですね。あるよ。でもそっち落ちると2キャラ目使わないといけません。さあイロハ DJ 対トネピーバルドグが、今回は負けるとトーナメント上がっていくというルールです。さあファーストアタックはスパコン、大して減んないですね。半分は減ってなかった、ここまで4割ぐらいかな、3割5分ぐらい。だー、ふざけたやつだこいつ。魔王は確かにこれやってたね。これをさせないためには DJ が前に行く必要がある。そうするとためがないのでやりたい放題できると。遅い、 DJ には後ろに飛んでしゃがみジャックパン空振ってからの後ろ飛びが最速ですね。さあ投げる、テラーが間に合って、あー、ジャック、うわー、あるあるよ。さあ優勝候補と自分で言ってましたが、バルログというこのキャラを使って負け抜けトーナメントで優勝してもらうか、それはまずい。うまい。さあイロハいい立ち回りしている、投げた、おー、投げ去る。あーあー、トネピー、マジか。さあとりあえず、最初のトーナメントは終了。ではウィナーズですね、2回転無限やりましょうか。S は S 別なんだ、 S 別なんだ。ああ、そう。じゃあリュウタカ使ってよ、いいから。ブランク、はい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 、決まりました。ブランカチュンディ
これ何ずっとこれ選んだらずっと同じなのかな、それとも変えれるんですかね、よくわかんないですね。じゃあちょっと練習がてら全部ひょうでいったんですけど、やっぱひょうが下手ですね。ひょうしない方が勝てる説ある。いいですね。さあ、お、これはピオール、パンパンパン、おしっかり。これは、10番、はい、次は3の4だからヒデさんとニーヤーさんですね。ヒデさんが 1P 側でニーヤーさんが 2P 側みたいですね、これは。はい、はい、はい、剣でいいって、はい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 、大丈夫ですよ、いいっすよ、竜と剣ですね。あ、ヒデ君 DJ かと思ったら竜でした。次の試合、草 1P 無限 2P です。お、 2P 得意なんでしたっけ、確かそうなのか。あ、新谷さんはそうですね、そう、歩き勝利打てる出ないみたいなことをよく言ってますね。めくりに行きましたね、すぐ飛んできますからね。お、お、昇竜昇竜、サギ飛びだけはしっかりしているという。真空出せ。お、これ意外にね、ヒデ竜がいやらせ、おい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 、大事大事、サギ飛びはないとあれほど言ったのに。お、いいですね。弱小竜にサギ飛びって2分の1フレーでしたっけ。剣はそうですね、剣はそうですね、はい、サガットもそうか、サガットは台がそうですね、多分。あ、え、アパかだ、アパが全部か、うん、全部か、そうか。お、いいですね。うわー、これはとりあえず打って、おー、ダイヤシ波動拳重なっている。さあ、ヒデさっさと抜けたい。お、波動拳、波動拳、波動拳、まあ真空を持ちたいですね。はい、すぐ飛んじゃう星人ですが、すぐ飛んじゃう星人、おー、うまいうまいうまい、お、いいですね、さあバレている。お、うまい、それっぽい、それっぽいの、それっぽい、ちゃんとそれっぽい、いや悪くなかった今の。あー、大丈夫、勝負勝たないです、ね、うわー、ヒデ抜け3、草無限です。はい、これってやるたびに変えるんですか、キャラ、負けのところ、負け側は。どうしよう、でもこっちだけバレてるから今ね、こっちだけバレてるから、そうそう、毎回変えようかね、毎回変えましょう、はい、うん、いや、うん、勝ったら終わりで毎回キャラを変える、まあまあ元はホンダじゃないのかな、スーパーホンダ、じゃあ選んじゃったんで、無限さん好きなギャラで入ってください。 S ケンにー、なぜわかんないです。その後ネモ対ニアですね。お、さあ、なんだ、何の儀式だ、わかんないです。とりあえずですね、お、なんか S ホンダのしゃがみ中キックがガチンコなんですけども、そりゃそうだ、張り手削って逆転、死なないで、死なないでいいっすね、そうですかね、いいですね。おお、これは S ホンダの方が立ちこパンとしゃがみ中キックで、さあ、あんだけこすっといて張り手が出たのは1回だけ。なんか意外とあれね、なんか張り手
連打しちゃうと出ないみたいな。ああ、そうそう、コマンド、コマンド受付そうがあるみたいな感じで、4回目以降がね実は、おー、はあ、さあ草君が負ける。次が6ですね、ここね、はい、はい、いいんですよね、ネモ対ニア、はい、ワンピーネモ何使ってもいいって、何使ってもいいですよ。あ、でも剣はダメ。あ、そうな、剣はダメ。うん、一度使ったらダメ、毎回変えてもダメです。何にします？ DJ とかいいんじゃないですか。向こうも DJ かもしれないけどね。ガイル、はい、ガイルだって。ガイル、お、これは例のカードでは、次の試合が草対ハイジンですね、はい、僕は DJ 有利だと思うんですけど。僕も DJ ちょっと有利だと思う、ね、ほんのちょっとね、やっぱね火力の差がありますよ。ちょっとね、常に逆二択に覚える日々みたいな、ちょっと精神上よろしくないですよね。さあ中盤を押していく DJ のスライディング出させてどうのって話になるじゃないですか。そうそう、まあ、それ DJ スライディング出さなかったらどうなんのって話ですからね。そう、ソニック投げ決まり始めてようやくみたいな。あ、そうですね、勝負みたいな。そう、こういうの決まり始めたらようやくなんか勝負の土俵に上がったみたいな感じなので、うん、難しいですよね。それかなんかもう向こうの方がなんか球の回転率が悪いとかそれぐらいにならないと。本当に微妙な話ですからね。あ、おお、そばっと投げた、ガードしっかりしてるぞ。ね、ネモ君ね、あの壊しませんがほぼ完璧に出してくれるんで、ね、毎回打ち切ってきます気をつけてあ、パスとスムーズ、あー、やばいよ、やばいよ。ニーヤーさんがニーヤー保釈な、お、悪くないまあああいうね、そうガエルが飛ぶみたいなのもあるんで。あー、でも大船が帰るらしいんでね。あー、そば出ないさあ、なんか小尺なことやってきますよね。小尺なことをやってますよね。あ、お、小尺。さあこれはこじ開けられずに、お、いいですね、ちょっとダメージを。そうですね、スタブはでかいですね。あ、期待されている。あー、ガードができる。ムエタイしてるから溜まってないですね。あー、お見事ネモさんに。さあ、ネモ抜け、ネモが巻き上がり。次は5の1だからこれですよ。草さんが 1P で、ハイジンさんが 2P ですね。同じキャラダメです。なんか僕はなんか負けてもいい、まだホンダ残ってたね。僕は負けてもいいという安心感がすごい。あー、トネピーはいっぱいキャラ持ってるし、いやもう全然全然負けて優勝できるのって嬉しくないですかもうなんか全然どんだけ後ろ向きなのか。もう全然いい。さあ、いった。おー、ここでまだホンダ残ってんのがね、いいですね。これ潰したら相当でかいですよ。さくもうキャラ持ってないからね。さあ、さあこの剣というキャラはホンダには結構いけるという。そうですね、波動拳の噂ですけど、波動拳の遅さと昇竜拳の強さがホンダのやりたいことに噛み合っちゃって。なるほど、あんまり良くないですよね。昇竜出るよ、出るよですよこれ。弱波動がまあきつい。ずーっとあるみたいな。そう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 、ずーっと残ってる、ずーっとある。弱波動、それでポン、死にかくですね。はい、もしかするのか、いけるかもしれないですよ。廃人に期待がかかる。ファイヤー波動がないという心のこの近づいたらファイヤーでいいやみたいなのがなくなるんで、逆にここの隙は少ない目で、とりあえずファイヤーの距離まで引きつけるみたいなのがなくなるんで、球の回転が速くなる可能性は高いですよ。まあ確かに、そう、先に追っ払わなきゃいけないから。昇竜拳で解決というのを覚えてしまう可能性が、それはある。あー、解決。いやー、あーあーあー、くそー、それルポ、それルポ。さあ、草くん、キャラを使い果たしたぞ。じゃあネモさんが 1P で、はい、色、違う、ごめん、ムーさんがこっち、ネモ対ムーですね。そうですね、
ダメダメ、いいわけないでしょ。 DJ でしょ。はい、ムーさんは DJ、 はい、バイソンね、はい、バイソンやめた方がいいよ。あ、リュウだって。嘘でした、すいません。あ、リュウ。あ、まだ DJ 温存。温存。負けた、負けた、いや、なんだ、勝った時のために。いや、違う、負けた時のために。負けた時のために。いや、まあ、なんか多分リュウを練習してて自信があるんじゃないですか。あ、そうかもしれないですね。ムーさんはね、ワンピー側なんですよ、確か、得意なのが。2P って言ってますよ。ムーさん 2P?、うん、マジか。勝利引っかかる。いや、なんかいつも、リュウ使ってる、ワンピー側でやってるイメージが。投げる。おっと、いいですね。まず、これはね、クレイジーが溜まってやっと8-2なんで。やっと8-2って言い方もあれですけどね。やっと十分って感じがしますけどね。すげー頑張って8-2なんで。溜まってないと、溜まってないと、まあ6-4ぐらいかな。いいですね。絶対有利です。溜めた方が心が落ち着きますね。落ち着きますね。うん、あそこはチューチューストレート入ってピオリーチですね。打ってった。打っちゃった。まあいいんじゃないですか。まだ8-2。いや、まだ6-4ですよ。まあ、まだ6-4ですよ。はい、まだまだ。はい、抜ける。いいですね。おー、やるよ。さあ、ネモがまさかの。じゃあ、草さんがワン、草さんがワンピー、そのままじゃあお座りいただいて。はい、草ワンピー、ネモさんこっちだね。ネモ 2P です。うん、あ、キャラ申告。これあれじゃないですか、これ僕有利じゃないですか。有利。だってもうみんな使えないんでしょこれ。そう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 、これ負けて、これ負けてくるやつらもう何も使えないんでしょこれ。そう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 、ザンギエフだってこれいいじゃないですか。これずっと負け続けてる方が。なるほどね。さっさと負けてるとなんかキャラ制限がなくなるんですね。なるほどね、理解。あ、ダブラリデナイマンか。さあ、草 DJ VS ネモザンギエフ、初めて見ますけどね。まあ、一応ユーズルの背中を見ているのか。ああ、 DJ がそうかもしれないですね。ユーズルの背中を見ているから俺はウノだっていう感じですね。ウノなのか。勝負食うか。あ、なんかダブラリ、とりあえず1ラウンド目はダブラリ出るか確認みたいなところありますね。あ、ラグチェックですね。そう、そう、ボタンいけるな、ボタンいけるなっていうのを確認してから。こうすると回るんだ。そうですね、ようやく勝負って感じですね。さあ、何気に59人も見てますが、こんなくだらないルールですいません。お、回ってますね。あー、食らっちゃう。軽ラリでしたね。軽ラリでしたね、はい、DJ さん、Pラリがおすすめですね。ガードできるんでね。お、あ、やばい、頑張って200点稼いだ。これが当たるのが。おっと、いや、今ね、なんか仕込んで仕込んでた感あったんですけど、ね、パンパル出してネモさんが知識を見せたんですけど、あれが出せるんだったら K ラリやっとけよって話です ね。技術が伴わず。あーっと、さあ、ネモが何もしてないけど瀕死。さあ、キャラを使い切った上で次、いろはさんとです。はい、ネモくん今度ワンピーガーですね。そうですね、何使うんですかね。何が言いましたっけ。はいはいはい、いろはさんいたいたいた。いろはさんね、なんだっけ、 DJ 以外なら何使ってもいいですよ。はい、決まりました。はい、決まりました。ワンピー側ネモバルログ、ツーピー側いろは、エクスリューって言ってました。エクスリュー、おお、お、 S でした、すいません。あ、 S リュー。お、でもこの組み合わせ結構は、あの、危ない組み合わせですよ。ガーフがめんどくさいやつですかね。お、いいですね、あれが強いんですよね。しっかり打ちますからね。そう、上にマジで強い。めんどくさいんですよねこれ。だからヒョウはね、しない方がいい説ある。しない方が、うん。お、さあ、投げには弱い。でもあるぞ、 あるぞ。だー、暴れられず。頑張ろう。そこブランカだって押したらダメなところでしょ。さあ、本気でヤバくなっているネモ。お、いいですね。いや、いいですよ、いいですよ。竜巻に何もしていない。いいですよ、いいですよ。投げらんないんですけどつって。あ、投げ返した。いけ、小足で暴れてるんですよ。小足、お、悪くない。 S 流の小足って確かバルブリッツオというやつですよね。強いですよ、スライディング潰せるんでね。うん、
まあダイパンには負けるんですけど、ダイパンの場合まで下がれれば、はい、そうですね。おさすがもらって、おさあ重ねている技が全部弱、これは減らない。投げた、歩き投げ強いですからね。そうですね、最終必殺技です。最終必殺技、困ったら歩き投げ、足が速いんだまた。まあ歩き投げさせたら困らせたってことですから。そうですね、はい、お、いいですね今の、うまく、あ、安全っぽかったんですけど食らいましたね。確かに、お、うーん、どっか行く。さあヒョウはやめたのか。やめましたね。地上戦の方が自力が生きる可能性。あ、やばい、大丈夫じゃない。あー、ネモ、なんと負け上がりはネモ。よし、じゃあ俺のバルログとやろうぜトリピーはまだバルログ使いますからね、これ。さあネモ君はもうほとんどのキャラが残っていない、むしろ使い切ったまである。いろんなキャラ残ってますけどね、タメキャラはね。トレピーは1回勝ってもまだ試合ありますから2回勝たないと。はい、ほんだ、まあ、トレピーはまずバルログ交代ですね。そしてネモ、ホンダ、優勝はどちらだ。 1P 側ネモ、ホンダ、 2P 側トネピーバルログ。このキャラね、ブランカより強いと思うんだけど、とりあえず頭突きで一回削ったが、さあ100巻負ける。そうですね、中だったら大体勝つんですけどね、まあ遅らせしないですよね。さあ票を重なって、あそこはスライディング入れたいところですが、さあ歩いて寄ってくるが、さあ逆に出したかった。おお、さあトネピーが非常に相手がつまんなくなる戦い方をしているぞ。とてもつまらないやつ。僕前ホンダにハマってる時に深谷に行ったんですけど、深谷に行って2時間ぐらいハスラーさんにあれやられました。マジすまなかった。たまたまでしょ、見てから。あー逃した、逆。さあネモ追いつけないさあこれはつまらないやつだ。掴まれて死なないがあー、まだある。そうです、トネピーはキャラを変えないといけない、ね、でリセットしてください。さあこれがグランドファイナル。え、DJ？ いや、2人ともキャラクターを。トネピー、キャラは？キャミも残ってるからね。さあ、優勝、キャミ。さあ、いいキャラ引いた！ダルシム対キャミ。これが最終決戦。今日一番弱いのはドイツだ。どちら？さあぐちゃぐちゃにしようとしたらぐちゃぐちゃにされている。レモピンチ、ドリル、うまい、立ち強キック、ファイヤー、 IH、 まだダルシムが有利。おー、レモー。さあ大森といえば鈴鹿ダルシムいますからね。でもこのキャラは見よう見まねだと弱いぞ。さあくぐって掴んで、トレピー、トレピー、トレピー、キャノーン。
うわ出ていない、あ、あ、あー優勝はトネピー、なんとマジか、バルログとキャミーで優勝、おめでとうございます。じゃあ一言いただきましょうか。いや久しぶりに優勝できてよかったです、はい、はい、よかったです、はい、ありがとうございます。あ、なんかあれ第2戦の動画森川さんがなんか編集してあげてたみたいなんで、はい、森川さんの頑張りに免じてなんか見てあげてください。わかりました、はい、皆さん第2戦の動画途中で王者マイナス2にいなくなったチュンリーがいるらしいですけど、はい、それではトーナメント表もう一回貼っとこうかな。というわけで、本日のイベントとりあえずここまでとさせていただきます。お疲れ様でした。
Shit.
Go higher!